たくさん史を知る史史16のキーワード。いや、私の名は宍喰丸という。今日は私が生まれたこの石川県白山市の魅力を史史16のキーワードで紹介していくぞ。パート3ではキーワード9からキーワード12までを見ていこう。キーワード9、白山姫神社。白山姫神社は全国に3000社もある白山神社の総本宮だ。北陸最大級のパワースポットで、御祭神のくくり姫は縁結びの神様としても知られている。白山の霊水に身を浸すみそぎを体験すれば心身ともに浄化されるぞ。キーワード10、三河北前船。白山市の三河地区はかつて北前船の交易で大きくにぎわいを見せる港町だった。そのことから2020年には日本遺産荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間、北前船寄港地選手集落にも認定されたんだ。当時の町衆文化であったおかえり祭りは現代も毎年5月に行われている。キーワード11、白峰重要伝統的建造物群保存地区。黄土色の大壁と縦長窓など日本屈指の豪雪地帯に形成された特色と趣の感じられる集落だ。江戸から明治時代に建てられた民家が軒を連ね、重要伝統的建造物群保存地区に認定されているぞ。キーワード12、松任文化ゾーン。白山市の松任駅前には文化施設がずらりと並ぶ文化ゾーンがある。美術館や博物館、俳句館などさまざまな面から白山市の文化を知り楽しむことができるぞ。今回は史史16のキーワード9から12までを紹介したが、楽しんでもらえたか？次回パート4でもたくさんの魅力を紹介するから、ぜひ見に来てくれ。